どうもこんにちは。続電子工作の続きをやっていこうと思います。今回は前回できなかったソースコードの方の、を見ていこうと思います。で、2つあって、1つが、一番最初に手をつけた、赤外線の送受信するもので、こいつですね。で、もう1つが、前々回にやった、音湿度センサー、こいつです。こいつ音湿度センサーのソースコードです。はい。で、まず赤外線の方を先に見ていこうと思います。赤外線の方はまず、IR リモートというライブラリを使っています。で、IR リモートは、大きく分けて2つクラスがあって、 IR レシーブってやつと IR センドっていうやつがあって、それぞれ送信と受信と送信を担当するものになってます。で、インスタンスを作るときに、ここにピンを、このピンを使いますよっていうのを指定してあげることで、そのピンからの入力を、受けるような形になってくれます。で、今回はレシーブピンが5番ですね。レシーブピンが、これ便利、5番、ここ GPR の5です。で、センドピンが4番なので、こいつですね、5番と4番を使って、います。で、他にこれですね、このボタンと、あとはこいつですね、赤の LED、 確認用の LED があるので、こちらがそれぞれ、ボタンが17、ステータスが16、ボタンが17、ステータスが16なんで、5、17、16、4、ここの4つを使っているプログラムになります。で、あと登場人物が1個あって、受信の時に使うんですけども、デコードリザルツという、クラスがいます。で、こいつはですね、中何かっていうと IR でレコードアルデュリーノ、はい、これだ。これで大丈夫かな。あった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 、ここにあるかな。あ、これ違うわ。エグザンプルでした。ちょっと検索します。あった、こいつですね。はい。クラスはこういうものになっています。まあ、特に、メソッドがなくて、各種変数がいくつか、フィールドかな、まあ、いくつかあるって形ですね。はい。まあ、ちょっと後々見ていこうと思います。はい。で、セットアップで何してるかっていうと、まずシリアルのビンにしてます。これはいつも通りですね。で、IR レシーブは、なんか Enable IR ピンっていうのを、インっていうのを呼んであげないといけないらしいので、こいつを呼んでますね。まあ、初期化の処理だと思ってもらえばいいです。で、ピンモードを、インプットとアウトプットにしてるんですけども、これはボタンなんで、入力するものなんで、インプット。で、ステータスは、LED がつながっているので、出力がしたいので、アウトプットっていうのに設定してます。で、ここの辺はちょっとグローバル変数のちょっと置いといて、で、ストアコードというのが入力がされた、ここですね、これ、こいつ。赤外線の受信機から入力がされたものに関して、入力されたもの、このデコードリザルトにいろんな情報が入ってくるので、この辺の情報ですね。なんかバリューとかビッツとかですかね。まあ、その辺の情報を、入ったものを保存する処理をしてるみたいです。ちょっと長いんで、後で。で、センドコードは逆に、保存したコードを、赤外線の送信機、この赤赤外線 LED から、発信してる処理ですね。はい。ちょっとこれも長いので後でやります。で、ループのところで何してるかというと、ボタンピンのデジタルリードをしてます。で、ボタンピンこいつですね、押されたか押されてないかっていうのをここで感知してます。で、押された時にボタンステートが、これ逆になるんですね、ローになるので、
ボタンステートが、ボタンステートが離された時に、どっちだボタンステートが押された時にハイ、離された時にローになります。そうだね、プルダウンにしてるので、そうですね、ボタンステートは押された時にハイ、離された時にローです。なので、離されましたと。でラストボタンステートは後で出てくると思うんですけども、前回のボタンが押されてるか押されてないかなので、前回押されてて今離されてるという状態だったらリリースドっていうのを出しますよということですね。で、リリースドになったら、イネーブル IRP インをまた実行してあげています。これは何か必要なんでしょう。はい。で、ボタンステートが、ハイの時はここに入ってくるので、プレスドセンディングですね、押されたタイミングで、発信が動くので、ここですね、こいつが光るので、来ます。ここの中に入ってきます。でステータスピン、この赤色 LED のところですね、こいつ見えてる赤色の LED をハイにするんで赤色 LED 光ります。でセンドコードを呼び出して、処理が終わったらステータスピンをローに変えてあげます。一瞬なんですけど、まあ、ちゃんと光ります。でディレイを入れてあげて、50ミリ秒ですね。で終わりと。で、そうじゃなければ、レシーブ赤外線の受信をしてみたいということですね。デコードで何かしら返ってくればこの178行目に入ってくるので、何もなければそのまま下に行くと。でラストボタンステートにボタンステート入れてあげるので、これが前回のボタンの状態、押されてるか押されてないかというのがここに入ると、前のフレームというかね。はい。で、入力が何かしらあると178に返ってくるので、またここで、ステータスピンを光らせて処理が終わったら、消すということをここでやってます。で、光らせてる間に、リザルトを保存して、リザルトですね、このデコードの中身を保存して、で IR レシーブのリジウムというのを呼び出してあげています。リジウム、ああ分かった。ですね、ここに来るってことはここですね、ごめんなさい、167行目で Enable IR In を呼び出している意味なんですけど、ここに来るっていうことは一回センドコードが動いてるはずなので、その時は一回送信処理をしてしまうと受信処理が死んじゃうらしいので、この IR リモートの使用上なので、Enable IR In をもう一回呼び出して受信をするっていうふうにしてあげないとちゃんと受信ができないらしいです。確かそんなことでした。はい。じゃあ、ストアコードの方を見ていきましょう。ストアコードはこいつですね。ストアコードはこいつで、デコードタイプというのがこれコードタイプに入ります。でデコードタイプというのはこいつですね。でこいつに NEC とかソニーとか RC5 っていうものが入るみたいです。でアンノーンだったらなんかゴニョゴニョして、NEC だったらこの辺が動いて、ただプリントしてるだけですね。大事なのはこれかな。リザルトのバリューとリザルトのビッツっていうので、コードのバリュー、つまりはその信号の中身のものだと思うんですけど、と、その信号がどのくらいの長さがあるかっていう2つをコードバリューとコードレーンに保存しています。で、アンノーンの時だけちょっと違くって、アンノーンの時はリザルツのローレンこいつですね。普通他のアンノーンじゃない NEC とかソニーとか JVC とかの時は、このバリュートビッツを使ってたんですが、ローレンを使うみたいです。ちょっとまあ読むだけは読めるんですけど、どういう意味があるかはちょっとよくわからない。で、コードレングスがこれになりますと。でコードレングス分処理を回して
ローコーズですね。これかな、ローバフになるのかな。ローコーズはどこにあるんだろう。ローコーズをどっかで入れてあげてるっぽ、あ違うか、ローコーズはどっかで手にされてて、ローバフのところから、何かしらをこうやって何かしら何かしらして計算をしてローコードに詰めてますね。はい、何かしらやって詰めてます。はい、これでまあ出来上がるんでしょうということで、これで保存がされます。結局はコードバリューとコードレンに、何かしらこいつとこいつですね、コードバリューとコードレン、あとローコーズっていうのがここにあるので、アンヌーンの場合はこのローコーズに入るんでしょう。でコードタイプでアンヌーンか他のやつかっていうのを見て、送信処理を変えてるんだと思います。でトグルというのもありますね。トグルはここでは使ってないのかな、ちょっと後で見ましょう。トグルステートっていうのがあるので、はい、これが保存処理ですね。なんで最終的に製品というかちゃんと覚える、これはグローバル変数に1個だけ覚えるものなんで全然使えないんですけど、このコードバリューとコードレンの組み合わせをどっかに一覧で保存しておいて、でどれを送るかって選択をしてこれって言ってそれを送信処理に投げてあげれば、電気がついたりするということですね。エアコンがついたり何かが動いたりとか。でセンドコードはリピートを受け取ってるんですが、基本的には、外でグローバル変数を使ってるので、コードタイプによって処理を分けてます。で送信処理に関してはなんかセンドホゲっていうのがいっぱい生えてるっぽいですね。これ見るとセンド NEC、 センド NEC、 センドソニー、センドパナソニック、センド JVC という形で、それぞれのメーカーごとに、送信処理があるので、なんか送り分けてあげないといけないみたいです。これはそのまま移植ですね。でコードタイプが RC5、RC6 っていうのがちょっと分かんないんですけど、の時はちょっと何かしらゴニョッとやってますね。まあよく分からないですね。まあこういうのは必要なんでしょう。はい。で、アンノの時は、38kHz で、センドローっていうのを送ってあげてます。これで行くんですね、多分ね。はい。はい、ということで、まあ、私もわからない中やってるので、まあ、わからないんですが、詳しく知りたい方はですね、赤外線リモコンのフォーマットというので検索してもらうとですね、通信フォーマットとか、信号解析するとか、いろいろ出てくるので、この辺を見ると多少わかると思います。赤外線リモコンはこの PPM 方式っていうパルス1変調方式っていうなんかこう信号方式で送られてるので、こちらをどうやってデコード、なんかまあコードに落とすか保存できる形に落とすかみたいなことがなんか書いてあるっぽかったです、ちょっと 見た限りは。はい、ということで長くなったので、今回は、赤外線の送受信の方だけで、次回もう一個の方のこっちですね、温湿度センサーの方のコードを見ていこうと思います。ということで今回は以上。次回をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。